サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ホイッスル、試合開始です。前半45分始まりました。早いパス回し、これはカウンターになりました。おーっとシュート、体を張る、大きくクリア、どうにも攻めきれません。柏レイソル、これは大事に攻めたい、慎重にボールを置きました。執念を見せます。旗が上がっていました。ドリブル突破、守りが甘い、スルー、ゴローが欲しい、クリア、フィニッシュの形まで持っていけない、ヘッドで流す、後ろに戻します。ドリブル、シュート、キーパーゴールラインを割りました。コーナーを取りました。どこを狙ってくるのでしょうか。細かくつなぎます。シュートだ、セービング、短いボール、ゆっくりとパスを回します。細かくつないで、大きく上げた、狙った、そして ここからどう持っていくのでしょうか。パスをつないでいきます。速いパス回し、細かくつなぎます。短いボール、強烈な右足、ゴール、ゴール決まりました。お見事です。キーパー及びません。柏レイソル先制のゴール。もう一度ご覧ください。ベンチーニョ、さすがプロです。守備には定評があります。ヘッドで流す、あっと前半終了のホイッスル、鹿島アントラーズ何としても追いつきたい。ホイッスル、試合開始です。後半45分始まりました。鹿島アントラーズ、もう少し守備を固めていかないと辛い展開になりそうだ。鹿島アントラーズ、これは危ない、これはレッドカードだ。柏レイソル、1人少ない状態での戦いになります。鹿島アントラーズ、フリーキックです。短いボール、シュート、速攻速攻速攻、シュートだ、ゴールラインを割りました。ゴールキックです。細かくつないで、そしてここからどう持っていくのでしょうか。積極的、倒してしまいました。おっと痛いところでのファール、柏レイソルフリーキックです。10分経過、序盤から両チーム激しい展開です。パスをつないでいきます。
高くつなぎます。うまい、クリア。ここは回り込んでいます。一旦下げます。柏レイソル、オーバーラップが今一つです。ふわりと浮かせる高さがあります。短いボール、クリア。攻めきれませんでした。強引に切れ込む、大きく入れて執念を見せます。大きくクリア、ヘッドで流す。守りが甘い、大きく上げた。おっとシュート、キーパー大きくクリア。守備には定評があります。ゆっくりとパスを回します。時間も残り10分。細かくつないで、そして残り5分。ここは持ちこたえてほしい鹿島アントラーズ。最後まで投げてはいけません。パスをつないでいきます。速いパス回し、ここでボールを奪った。ここからどう持っていくのでしょうか。時間がない、ロスタイムに突入。中に入れた、細かくつなぎます。うわっと、ゴール、キーパー及びません。鹿島アントラーズ1点、柏レイソル1点。試合は点を取り合う派手な展開になっています。さあもう一度このゴールを見てみましょう。ここで後半終了。90分で決着がつかず、さあ延長戦です。キックオフのホイッスルが鳴りました。一瞬のミスが命取りになりかねません。勝利の女神はどちらに微笑むのでしょう。後ろに戻して前線へフィード、ヘッドで流す、前に送って執念を見せます。ゆっくりとパスを回します。狙った、大きくクリア。ここは回り込んでいます。前線に出して、ヘッドで流す。細かくつないで、チャンス、チャンスです。大きくクリア、どうにも攻めきれません。ここで延長前半終了。両チーム譲らず延長後半に突入します。ホイッスル、試合両チームここで決めてしまいたいところです。お互い全てをぶつけてほしい。延長後半15分、始まりました。鹿島アントラーズ選手交代があるようです。音山アップしています。誰と変わるんでしょうか。鹿島アントラーズ選手交代し、ファールです。今のはレッドでもおかしくないでしょう。鹿島レイソル得点の糸口にしたい。慎重にボールを置きました。クリア、攻めきれませんでした。タッチを割りました。さあスローインです。後ろへパスをつないでいきます。審判
判が時計を見ている。速いパス回し、フォローが欲しい。強引に行った、ゴール、ゴール、キーパー反応できない。鹿島アントラーズ V ゴール、やりました。まさにアート。さあ、それでは VTR でもう一度ご覧ください。こんな素晴らしいシュートがかつてあったでしょうか。いやー、素晴らしい試合内容でした。皆さんはどう思われましたでしょうか。もうお別れの時間が近づいてきました。また皆さんとお会いできることを楽しみにしています。今日の感動の余韻に浸りながらお別れさせていただきます。実況は私、真鍋優でお送りいたしました。